ここはですね、皆さんリサちゃんに励まされながらティーショットを打つ場所でですね、励まします。あとですね、励まされる前に一緒に写真も撮れるので、スマホのカメラある方はお持ちください。あれ触れないじゃん、ボール触れないじゃん。おお、パワフル。うん。まあまあ。でした。バリカンは？バリカン？いや、まだ負けたとは決まってない。バリカンは？バリカンは誰ですか？いや、僕今計算しました。計算。本当？はい。同点です。マジで？マジで？超でかいシュラ。違うの？分かってたの？分かってたの？マジで？マジで？悔しい。めっちゃ悔しい。ゆっこさんのも俺らも超大事だった。17番で18番ティーグランドで僕ら2打勝ちだったんですよ。で最後ボギーボギーでバーディー取ったんですよ。 10m ぐらいのね。それで同点。こういうとこで私の最後のバットというわけで最初時はよかったかな。最初時はよかったかな、ね、え、じゃあ同点だからバリカンにするの？同点だからバリカンです。皆さんで私としてる。あ、でも、はい、個人スコアで負けてるからバリカンで。でも今日違う、ダブルスしてくださいやっちゃって。もう一回やらせて。もう一回やらせて。そばでやろう、そばで。今日違うじゃん、だってさ俺のあの銃とかって、あれ銃叩いたんですよ、一回ちなみに。あの銃ってさ、チャンク2回OB もじゃん。銃って違う違う、ダブルスだからこその銃なの、わかる。とりあえずクラブ確認してキャディさんありがとうございます。あれ実質パーだよ。いやちょっとせよ、ちょっと俺さ、ぶっちゃけ俺ね、1年ぐらい負けてると思ってたの。あ、トータルで。そうそうそう。なんでホールバイホールで数えなかったの？いや、なんかもう集中しすぎて、全然忘れてたんですよ。でもなんかちょうどいいぐらいだな、同じぐらいかなって思ったら、ちょっと負けてなと思ってて。ダボ打ったとこあるから、リーダーボードが見えなくなったみたいな感じになってたの。そうそうそう。ダボ取りっていうのが一回あって、その時にもう終わったみたいな。そうそう、あそこでね、3度ぐらい割れたなと思ったの。だと10番でね、ゆっこにいいこと言われて、スターフォーで、スターフォーで残り115ヤードが入っちゃったんですよ。そう、いや、カメラ収めてよかったね。カメラ撮ってないの？撮ってないんです。たまたま僕とカイトホール、ゆっこだけ、ゆっこだけ撮らない回だったんです。びっくりですよ。すごかったね。スターフォー2位が初めて綺麗に消えたからね、あれやる時に、あ、今日負けたかもと思ったんですよ。まあ同点でよかった。なんだこの反省会は。いやいや、カイさんちょっと楽しかったですね。でもダバードあれなんでしょう。ゆっこちゃん、ダバード氏はゆっこちゃんが勝って、カイト君と田中君はカイト君が勝ったんでしょう。それで同点ってなんか意味わかんないですけど。いやいや、だからホールバイホールでいい方のスコア取ってるから。そうそうそう。僕とゆっこちゃん気が合うのか、同じホールで打つんですよ。いい時だけいいんだ、はい、で我々はそのダブルスを仕上げてたから。悪い時ダブルスをちゃんとやってるんだよね。ここってさ、ついにいつもペアじゃん、うん、初めてのペア。じゃあカウントバック的にはリンゴルフの勝ちっていう。カウントバック的には僕らの負けです。負けかい。違う、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 いいよカウントバック。やめましょう。いい勝負だった。めっちゃ面白かったです。いい勝負、ずっと競ってて、うん、ね、2打差以上離れることなかった。ないですね。いや、常に緊張しながらやってました。うちのダガードがめっちゃ頑張ってくれた。頑張ったよね、今日。違うさ、序盤さ、ね、せいやがポンコツだったから、もうさ、ね、僕がフリースタートだったんですよ。代わりにパートされてたんで ね言うても、なんでそんな落ち着きない子みたいな喋り方してんの。そしたらね、めっちゃ良かったでしょ。チームワークがね、チームワークがね、初めてのペアだから。俺らも渡しちゃったから。ドライバーどうだったの？パパドライバー、うん、3回使って3回激曲がりです。ダメっすね。ゆるゆるなんでしょ。ゆるゆるです、うん、ゆるゆるだし、やっぱなんか安心、信頼感が、安心できないです。構えて、あ、なんか曲がりそうだなみたいな感じで、やっぱビビりながら打っちゃう。スプーンで振り抜いてるのが曲がんなかったです、ね、マジ悔しい。お疲れ様です。今日どうでした？いや、大変でした。前半は、後半はなんか楽しかったですけど。 お嬢さんが固まってますけれども、今日はどうでしたか？今日どうでした？前半と後半のスコアの差が22段の差。かっこいいじゃん、決めてんじゃん。後半の方が良かったっていうことですよね。さすがです。お疲れ様です。後半いくつだったんですか？ちなみに41です。すげえ、めちゃくちゃすげえ。前半叩きすぎ、ちょっと緊張しちゃったんだよね。
また頑張りましょうね、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。兄のガーミンを使ってる人たちがおすすめを、はい、僕も使ってます。今日は楽しく回りましたか。はい、回りました。また来たいですね。え、ここめっちゃいいっすよね。ヒロさん行きますか。あ、行きましょうか。はい、行きましょうか。サインもらっていいですか。これおいおいおい、全然後でもらって景品に使うんです、はい、今日もどうでした。あのピナカスタムアイアンが火吹きました。あ、マジで、はい、そこにもう慣れてるんですか。あ、もうめちゃくちゃ良かったですよ、ね、ティーショットであのリサさんが、うん、見てある中でパカーンと。あ、一発かました。かましてやる。あそこ行きましょう。あそこ、あのちょっと、いや今あれ、見たことある人が来たものですか。広瀬文坂さんですか。いい、違いますよ。違うんかい。じゃあもうエンディングに行きたいんで、今日お疲れ様でした。結局広瀬文坂さんに全員が負けていたというこの事実について。さすが、ね、ゴルフ人間から。さすがゴルフ人間ですからね。しかも生まれ変わったんですかね彼は。ね、改造中です。ただ今日は聖夜もちょっとダブルス用に仕上げてきたんで、はい、ソロだったら広瀬文坂には負けませんね、ぶっちゃけ。もう今度じゃあ個人戦で、はい、やりますよ。何位？多分ね30位ぐらいだと思います。あ、じゃあこれ、あ、でも無理か、会場数多いっすもんね今回。もう一回入れます、もう一回入れます。はい、お願いします。いやでも今日レベル高いよね。だから100切りのとこに出ればいいんですって。確かに、ね、僕と一緒に100切り出たらもう優勝しちゃうじゃないですか。いやいや、結構造反射で来るんで、結構来るんで。また出ますんで、はい、じゃあ次はまた、はい、その100切りのやつ、じゃあちょっと、うん、ゆっこ呼んでください。ゆっこいいんじゃないですか。ゆっこ今度はソロでボコすんで、ちょっと、はい、泣かしちゃうんで、それが優勝するまで続けます。はい、よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ、はい、応募してください。はい、バイバイ。